皆さんこんにちはこんばんは武田総流です今日も一緒に美しい文字を書いていきましょう今日のテーマは絵ですねまあ絵っていろいろポイントあるんだけどみんなが苦手,苦手と思ってるんじゃないかな藤編の書き方ですねこちらがポイントになりますのでこの後の動画もじっくりご覧くださいねさあ絵を解説していきますまずはダメなパターンですね藤編は結構ダメなパターンが多いかなあの一番多いののはこの 一画目よりも二画目の方が大きくなってしまって私なんか鼻の穴が広い人にしか見ないんですよわかんないかな <laughs> これ私の感覚なんですが絵はね後で説明するんだけど一画目のカクッとしたところよりも二画目の方がね小さくした方がバランスが取れるんですよねさあ二つ目こちら下半身が大きいパターンよく見ると糸辺の頭ちっちゃくてお尻長いですよねこれするとねすごい間が伸びた感じになっちゃうんですよねそう糸はね実はね私決めてることがあって 上3下2なんですよまあ後ほどねこわくもえ詳しくお伝えしていきますねさあやはりねへんととりの間間ががが広がってしまうう抜けたよなな字になる、まあ、私はねよくこれを右に広がってしまった字っていうんだけどこのね2画目のここが長く伸びてしまったり辺と造りの間が広くなってしまうとこの右払いって短く見えてしまうんですよねこれでねかっこ悪くなるんですよ。 やはりね、こことここの間でできるだけ狭くした方がこの右払いって美しく長く見えるんですよねまあこれもそうですねこれもちっちゃくしないとこれ短く見えてしまうんでやはりこの右払いをいかに長く見せるかって考えるとやはりこう辺と作りの間を狭くしたりここを短くする必要がありますねさあペン字で詳しく説明していきますさあ今日も双葉書道会のマス目押しを使って原曲解説していきます糸ですね糸辺はね意外と 1> 1画目ここがね長いんですよでも曲がった後の線はね短いって感じこれが長くてこれ短いって感じさあここからです少し右下にずれてさあここですここでね気をつけなきゃいけないことがあるんですよ2画目の最初の部分がここがね壁になるこれね常に意識しますこの赤いラインに全部揃えるようにして書くんですよこの点もそしてこの点も この3つが揃うっていうのが一番いいですね。これでね、辺と作りの間に壁作れたんで、作りをね、ここに左に寄せることができて、作り美しく見えるんですよね。ただね、ここよく聞かれるんだけど、ここはね、揃えない感じ。うん。1画目は左から始めるんだけど、2画目以降は右側揃える感じですね。でね、感覚的に言うと、こっちはね、こういうバランスで書くんですよ。私、これね、ボンキュッボン理論ってよく呼んでるんだけど、あの、ちょっと極端に言うとね、ボンキュッ。 ーンみたいな <laughs> こういうバランスをするとね美しく見えるんですよね。でね先ほども触れたんだけど頭が広くお尻が小さくするんでやっぱりねこの1画目をね広く大きくしておくっていうのがコツになる。 で、この、無みたいな、これはね、あんまり大きくすると格好悪いんで、ちっちゃくするっていう感じですね。でね、もっと細かいことを言うと、小のね、バランスなんですよね。これね、よく私、V の字の法則っていうんだけど、下にこうやって書いてしまうタイプの方は、やっぱり垂れ下がって見えちゃうんで、小さいっていう字は、やっぱりこう、V にした方がいいんですね。こういうバランスだと思ってください。それとね、点々の間ですね、よく見ると、ドーンってよく見ると、ここが広くて、ここ狭いの。 わかります。そうなんですよ。だいたい軸を考えるんですね。この軸でかん、ちょっとわかりづらいのでもう一回下に描こうかな。はい。もう一回描くんだけど、こう描いたときに、うん。この縦線上にね、糸の軸があると思ってください。そうすると左側広くして右側狭くするっていうのがね、基本になってくるんですよ。こうすると作りを描いた時にね、右払いがこう美しく見えるんですよ。うん。 なんかねこことここの間が狭いとこの右払ラって美しく見えるんでここってだいぶ狭くしたいんですよねそれで左広くく右狭くっていう法則が成り立つんですよねちなみにねいろんなところがこれありますはいいろんなところであって例えば立身弁とかうんこうこうやって書くとなぜか今「壊れるが」が頭に思い浮かんだんだけどここが広くてこっちが狭いと辺と作りの間が狭くなってくれてこれが美しく見えるって っってていう考え方になってくるんですよね細かいねさあね伊編の後の合うっていうところを、ね、解説していくとこれ広く、まあ、ちょっと押さらいですねこれちっちゃいこれ結構短いのがポイントだよね点込みで揃えないといけないからね点ちっちゃいしねで基本的に点はちっちゃくした方がいいですさあここね実はねポイントなんですよ右払いがある場合はねこんなにも詰めないといけないこれ狭くできる人ってそういないんじゃないかなそしてこれを右に長くするんですよ でさらにポイントで言うならこの右払いのここのね余白を開けときたいんですよだからねこれも小さく書いておきたいんですようんでねこの「無」みたいな字あるじゃないですかこれいろんな字で登場します「アウとかねこれはね覚えておきましょう開いて上に上がります点込みで下が揃うで綺麗な三角形 覚えておきますこれ何言いたいかっていうと上がりすぎても変だしかと言って横に行くと下がってみるでしょこれがねちょうどいい場塩梅なんですよね続いて筆ペン説明しますねさあ筆ペンで書いていきましょう糸はねちょっと太い細いが難しいんだよねちょっと見ておきましょうここね大きい分、ね、細くするんですよ細いでしょでねここがね太くするんですようんこれはねちょっと筆ペンで書くときのコツになるんですよ ここっち開くこっちちく狭いんでしたねもうちょっと拡大しようかな。うん、でこの左払いできるだけ糸辺に近づけます。ひっついてもいいぐらい。そうするとこの右払いが美しく右方向に長く見るんですよ。うん。で、ね、この右払いさらに長く見せるためにこの辺はね短く狭くする。だいぶ窮屈でしたけどね。うん。もう一回書いてみましょうかね。もうちょっとスレンダーにしてもよさそう。スレンダーってこういうとこ短くする。わかるここ短いでしょ うんだいぶ痩せました糸これでもいいぐらいでねうん右バレちょっと極端に長くしてみましたちょっとおしゃれ感が絵で出ましたねうんこれで意味が分かりましたねさらに私の理論を強調したのがこの絵ってところかなさあせっかくなんで行書で書きましょうか皆さん糸編の行書って書き方知ってますかこれ覚えておきましょうペンでも筆ペンでも一緒ですけど こっちの方がね、私汎用性高いんじゃないかなと思うんですよ。これよく見たことあるでしょジグザグの。これね、糸編書き方があって、右側は全部揃えるんですよ。こことこことここ揃えて、こっちね、ボンキュッポン理論。こことこことこう、こうするんですよ。これすっごい重要なんですよね。こうすることで、ね、右が揃うんで、この右払いとかさらに美しく見える。もう一回描きましょうか。 最後にお筆で書いていきます。さあ、お筆ですね。まずは解消です。こっちが細くて、こっちが太い。手が基本。おい、短い。これ結構みんなできないんじゃないかな。そうするとね、くび入れができて、スタイルがいい。近づける。右払い。うん。はい、こんな感じです。 じゃあ行書もね、せっかくなんで、大きく書えていきましょう。さあ、行書。うーん。まあ、個人的に言うとね、行書の方が書きやすいですね。会書って真面目な書体なんで、なんかミスがね、ダイレクトに出ちゃうんで、行書の方がね、崩れてもいいから書きやすいかな。でね、ちょっとね、この動画から始めたいと思うのは、あの創作書道もやりたいんですよ。お付き合いください。もうしあの見たくない方はね、もう切っちゃってください。<laughs> 動画閉じてください。 絵なんで、ちょっとね、アーティスティックにしましょうか。あのね、昔の字って伊藤編こういう字があったんですよ。これを。ちょっとかすれ使って、絵画チックに。はあ。もう一回ぐらい。面白いですよね。ちょっと大胆な字の崩しでもいいかもしれない。<laughs> なんかちょっとこう、大きい遠近法を使った絵みたいな感じですね。 はい、ということでねこ,これからの動画はねこれ創作書道を見せていこうかなと思いますありがとうございましたはい皆さんいかがだったでしょうかえまあね糸編の1画目と2画目のバランスがとっても重要になってきますかね、まあ、なかなかねここ大きくここちっちゃく描ける人ってそういないんですが まあ、ぜひ、ね、ご自身のお名前に糸編が入っている方は糸、ね、編しっかり練習してみましょうお手元のペン筆ペン何でも構いませんでねこれ別に海外でも練習できますからねじゃあ皆さん絵ってね私よくあのインスタグラムあの概要欄に私のインスタグラム貼っておきますけどインスタグラムであのよくあの漫画を描くんですよねであれってよくあの褒めの言葉をいただくんですけどあのこの YouTube チャンネルでもよく漫画描くみたいありますけど私は漫画描かないんですよね あの絵を描くことも全然しないんですけどなんか書道って結構似せることするじゃないですかなんか線がこれだけの長さこう左から右に移すとかで書道の場合ってほんの0 1ミリの違い長さとか太さの違いで全く別の印象になってしまうから忠実に再現すすることを覚えていくんですよだから漫画も書道を勉強させていただいた技術を使って左から右に移してるんですよ よくなんかコツで目から描くんですねとか輪郭から描くんですねとか言われるんだけど僕絵の知識全くないのでんだろうなただ習字的に描いてるだけだからどっから描こうが一緒だと思いますまあ例えば私何考えてるかっていうと最近で私が描いたのは「鬼滅の刃」っていうね漫画を描いたんですけど例えば漫画家さんによって目の大きさのバランスって変わってくるじゃないですかで私が見るのは黒眼の広さに対して白眼が3対2でそれに対して目えと眉間ですね 目の大きさに対してちょっと広いとか他の線と線の間にある白い余白を見ながら他の余白を決めていくような感じなんですよね。な、うんだからね書道って他の、えー、アートもうまくなるぐらいねすごい、えー、優れた分野なんですよね。ぜひ皆さんペン字筆ペンだけじゃなくて大筆も一緒にやってみましょうね。はい、以上でですこのチャンネルでは と2000文字の常用漢字を全て解説し終わるのが目標です今まだね60とか70しかで,できてないんですけれども500ぐらい過ぎたあたりから使いやすくなってくるんじゃないかな是非ね皆さんのチャンネル登録とグッドボタンを押していただけるとこれからもより頑張らせていただきますこれから皆さん何卒よろしくお願いいたしますバイバイ